お話いただいた時は本当に嬉しくて、でもそれと同時にすごいプレッシャーもあったんですよね。もう800名近い社員の皆さんもいらっしゃるということで、その皆さんに似合うどういった形の制服がいいのかっていうのが、喜びとともにすごく大きな責任感があるな。でもそのお仕事をもう乗り越えたいっていうふうに思ったのが最初の印象でしたね。でもまず私最初に決まった時と同時に、タカラスタンダードさんがどうして私を選んでくださったんだろうっていうふうに逆に聞かせてもらったんですよね。でその理由が、篠原さんもこれまで歌手からそしてデザイナーへっていうふうにチャレンジしている姿を見て、それがこう自分たちのこの会社の活動とこう気持ちが連動するって言ってくれたのが何より自信になりました。もう110周年というその大事なセレモニーの時に私が携われるっていうのは本当に光栄でしたね。タカラスタンダードって生活の一部になるものなんだなっていうふうなのがあったので、あんまり決めすぎずにこう柔らかいデザインのものになればいいなっていうのは最初にふんわりと浮かび上がりましたね。その中で調べていく上で、やっぱり一目見て水回りの会社だっていうのが届くようなアイテムにしたいなと思って、水の流れっていうのを大きなテーマの一つにしました。タカラスタンダード110周年記念の制服デザイナーの篠原智恵さんです。どうぞ。よろしくお願いします。はじめまして、篠原智恵です。一目見て水回りの会社だって分かるようなデザインにしたいって思ったんですね。こちらがリニューアルした制服になります。いかがですか？ありがとうございます。全然違います。水回りって本当に先ほどおっしゃってた通り、パッと見で分かる感じですし、すごく動きやすそうで、すごい私も早く着てみたいなってすごく今思いました。本当に水のイメージってこういうことだったんだなっていうのが、私たちもやっぱりよく動く動作が多いので、すごく動きやすそうで、機能面もすごくありそうだなと思って、すごい素敵だなと。パンツスタイルがあるのもすごい今回新しい宝の印象になるのかなというふうに思いました。これが、いわゆるタカラスタンダードのスタンダード。スカートには入れずにアウトでいいと思います。こう一回しゃがむとこうふわってなりますよね。そういう動きに対してちょっと動きやすいようにということも考慮してます。またこのスカートとシャツと合わせる、そんなコーディネートをしていただいてもいいかと思います。そしてマタニティラインですね。結構皆さんギリギリまで働かれるということなんですもうね。ギリギリまで頑張ってくれてます。ということで、今回ボディは9ヶ月10ヶ月ぐらいの、ボディにしてるんですけれども、こちらは前で着れるようになっていてですね、結構背中でファスナーをつけるのが大変っていうご意見聞いたんですね。なので、前で着れるようになっています。実はね、よく見るとね、木目があるの分かりますか？本当だ、黒いこういうのが入ってる。そうなんです。これ実はこのネイビーの面の部分が多いので、ちょっと立体感を出すためにすごく濃いネイビーと明るいネイビーを掛け合わせて、糸を織って生地は一から作っています。もしよかったら今日ショールームを見せていただいて、皆さんにこういうリクエストがあるんだよっていうフィードバックいただければと思うんです。
けど、ご一緒させていただいてもいいですか？もちろんです。お願いします。皆さん、お待たせしました。柴田さんが制服をお召しになりました。いかがですか、柴田さん、お召しになってみて。すごく着心地がよくって、やっぱり、なんだろう、こう気持ちが高ぶりますね。すごくテンションが上がるっていうんですか、どういう動き普段、一番下の引き出しを見ていただくことも多いので、しゃがんで開ける、この時大丈夫ですか、この腕周りとか。大丈夫です、動かしやすいです。スカートの丈いかがですか。丈、はい、大丈夫です、なんかちょっとこう見える心配もなく、そうですか、じゃあ丈はそれぐらいで、そうですね、大丈夫、大丈夫ですね、上も、そうですね、上を結構高い位置にある具材まで外すので、この時に背中が見えないかどうかをすごく私も心配してて、このくらいで大丈夫そうですかね、大丈夫そうですね、こういう動作ですよね。そうそうそう、あ、でも肩周りも、大丈夫ですか、動きやすいです、背中ですね、大丈夫ですね、綺麗です、綺麗です、こういう風に足を伸ばせるんですよっていう動きを皆さんにお見せするんですもんね、そうですね。ジャケット着た感じいかがですか。はい、ここも、苦しくないです、動きは、動きも、大丈夫、大丈夫ですよね。苦しそうじゃないですよね。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。いや、今日実際に来ていただいて、でご意見をいただいて、さらにこの制服をブラッシュアップしていい形にできるっていう、なんか確信が持てました。今回たくさんご意見いただいて、さらに皆さんが着やすいように仕上げていきますので、制服が完成するまで乞うご期待いただきたいと思います。